皆さんこんにちは、オリエンタルマシーンです。本日の動画はご報告になります。私のフロントですけれども、先日一回私の不注意でスモールランプをですね、このスモールランプをつけっぱなしで車を離れてしまいまして、当たり前ですけど残念なことにバッテリーが完全に放電してしまいました。それでバッテリーが放電しただけが問題かなっていうのを確認するために、ブースターケーブルをですね、暗いところでつなげました。他の動画にも上げたんですけど、私のこの車ってなぜか見た目がプラスとマイナスが逆に見えるんですね、これどうしても。なのでそれを私が間違えてプラスとマイナスを逆接続をしてしまいまして、結果的にエンジンが始動しなくなってしまったんです。つまりバッテリーを交換してもエンジンが始動しなくなってしまったんですね。それに対して私の元同僚なんですけど、師匠が来てくださいまして、いろいろ確認をしていただいて、で復活することができたので、今日はその時の動画を見ていただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。ブレーキランプがつかない時点でこういう時も見て、ブレーキランプがつかないっていうことは、もう本当のでかいやつも、もっと他にあるっていうことだよね。でかいやつがどっかに、これかな、こういうところに、多分これでしょ、これあ、それ見てないな、そのヒューズ切れてないかな、これ、うん、これは関係、関係ないか、後付けっぽいの、後付けっぽいよね、でかい後付けだ。なんかさ、ちゃんとしたのないよね。あ、でこの太いやつ、一番太いやつか、一番太いやつが。思いのほか、うん、配線本少ないよね。少ないっすね。あ、いや、あのほら、コンピューターとか使ってないからさ、かな。これはこれなんだ。どこ行ってる？これだけ？おかしい？え？少なすぎる？これか。来てどね。見えなくなってるな。あ、このセルだもんね。うん、それセルだよね。これは外れてるけど、でも前からっぽいっすよ。うん、もともと外れてるよね。なんでかっていうと、これだ、これが、これね、この被膜の中に入ってってる、これだ、うん、あ、こんな細いの。でも、細いよね。これが一番太いじゃん、これこれこれ。これはセルですね。あ、これセルか、セルに、あ、本当だ、セルにいってるだけか。このぐらい入れますね。うん、これなんだろうね、リレーっぽいな、リレーっぽいよね。これ外したい、外してみようかな。でもブレーキランプもつかないんだ、ルームランプもつかないです。そう、ルームランプもつかない、なんだろう。だってさ、うんともすんとも言わないって変だよね。え、何？あ、そうなんだよ。それがなくてさ、後ろ行ってますね。後ろ、室内。この下あたり、ここ外れないわけ。こっち、こんな上じゃないよね。その辺行ってますね。この辺か。うん。これかな、ちょっと外してみようかな。ドライバーでくっついてる部品が一つあって、ぶっとい線がさ入ってはいるんだけど、なんだこれ、ずいぶん、その足元、その右側にヒューズボックスがあって、さっきリレーはそこから外したのね。あ、これは、うん、それヒューズボックス開く、あの奥から、ね、これってなんだろうね。これ、ね、見たことある？どれですか、これ。それは関係ない、関係ないと思う。あ、じゃあ閉めとくか。でっかいの来てる。あの普通はそのなんていうの、そのそこにイグニッションの12アンペアのヒューズまでが一番でかいのだったんだけど、それ以上のものがないんだよね。そのリレーの可能性ってあるかな。直結するしかない。あのよくさ、車積むときにさ、配線こうピピってやってさ、やる人いるじゃん。あれってどうやってやるのかなとか思ったりした。あれどうやってやるのかなとか思ったりしたんだけど、配線分かってれば大したことないでしょ。そうだよね。イグニッションの線とかも見るとさ、何本もないんだよね。そうっすよね、うん、びっくりしちゃうほどシンプルっていうかさ。どっちだろうな、書いてねえから分かんねえな。書いてないんだね。書いてない。ボディに大体書いてあるけどね。書いてあるけどね。うん。あれかな。あ、ちょっとネットで調べてみようかな。あの何アンペアだっけこれ。比較は FA。はい。それでもろ調べちゃえばいいのか。電装だよね。NDA。ND なんで違いますね。電装かこれ。うん。電装なんだっけ。ヒューズじゃなくてリレー、リレー。FA257E。FAA257。あ、出た。出た。すげえ。これでどこ見ればわかる？回路図見えないですか。画像回路図で検索してみようか。丁寧な。あ、出た、これか、これか。直結っすね。あ、でもこれ違うか、これ
何これ、もしかしてこれあれだ、マイコンとか書いてあるから違うな、これきっと、これかもしれない、なんだっけ、ウィンカーの、ああそう、2個あるしね、ウィンカーっぽいですね、これはね、メインじゃないですね。でもさ FA257E だよね、何リレーなのこれ、多分4本あるはずだよな、ウィンカーリレーだやっぱり。じゃあこれ違うってこと？違いますね。あ、じゃあ大したことないね。あ、本当だ、これだ、まさにまさにウィンカーリレーだ。じゃあ戻します。そうですね、ってことは他にあるよね。他にあるっすね。どこだろう。一応探してみたんだけど。なんかすね、こんなね、ボックスなんですよ。そうそうそう。あるんすね。でもな、普通はその辺だよね。足元にあるじゃん。これじゃん。この中とかにあるのかな。違うな。そう、これ。それフェンダーアーチだよね。うん。普通なんかこの辺にこう、うんうん、分かる分かる、この辺にさ、縦にとかね、あとこういうとことかでしょ、そっち側の。そうそうそう、でも何にもないんだよね。ないっすね。逆付けして壊、逆につないで壊れるかな。そんな壊れないですよ、多分ヒューズが飛ぶとかだよね。だから他にヒューズがある可能性があるんだよな。知らないですよね。いやでも普通は後ろないよね、前に集中してるはずだよね。やっぱその汚いやつかな。あ、ごめん。ああ、これか。外してみようかな。それリレーっぽいよね。リレーっぽいけどヘッドライト裏だと思うんですよね。ああ、なるほど。そしたらこっちがついてるかな。あ、でも片方で両方やってるかな。片方で両方でしょ。そっか。いやこれだよな、これ一本だな。これね、そこでこれか、うん、これか、これだよな。そっち入ってる、これだ、やっぱこっち来て、こっち来て、そっち来て、こう来て、こう来て、ここ、真ん中、あ、こう、あそこか、真ん中、あ、これ、それだ、あ、ボディに入ってて、これあれかな、ここだ、もしかしたら、ダッシュボード外さなきゃダメとか。いや、そんな意地悪しないで、しないよね。俺もそう思うんだよ。絶対ヒューズ変えんのに、ダッシュボードを取りましたなんてさ、普通はありえないからさ。一回、ヒューズは全部見たんですよ、見たんです。うん、どれ、あそこにあるんで。あ、ヒューズ、うん、あの、見てください、僕の漏れがあるかもしれない。蓋に何のヒューズか書いてあるでしょ。ああ、でさ、そこで怪しいなと思うのはイグニッションなんだよね、20アンペアこれですよね。うん、それね、切れてなかったけど一応交換したんだよ。ここまで OK か。 OK ですね。うん、全然いや、これ入ればここは問題ないと。え、ちょっと待って、はい、開いてて、頭ぶつけた。どれですか、これが多分、これですね。あ、はいはいはい、ボロって取れました。これはじゃあこれが焦げて、焦げて抜けてしまったと。焦げ臭いのはこれか。そうしたら、あれ持ってこようか、あの配線セット。配線セット家にあります。あ、でも全部溶けちゃってますね。うん、本当だね。配線セットがいいっすね。ギボシから持ってもあんまりぶっとい線はないな。2本つなげばいいか。A も見たこのサイズ。ああ、本当はね。でもさ、とりあえずまあ、あ、本当だ、違うサイズだ。なんか短絡させて。これか。うわー。あ、なるほどね。臭い。配線セット持ってきます。臭いよね。臭い。トイレ行かない？トイレ大丈夫です。まだ大丈夫。もうイグニッションをオンしてみて。オンにしますよ。はい。こんにちは。あ、どうもすいません。どうぞ。どうぞ。ちょっと待って。あ、いいですよ。いや、入ればね、入ればね、まあ、2回ひねってオンになればいいんだよね。他にももっとあるかもしれない。ああ、こんな感じで。なるほど。あの、オンにしますね。あ、ちょっと待って。あ、そっか、こっちか、こっちもいい。気をつけて、気をつけて。はい、いいですよ、はい、いきます。はい、オンします。はい、あ、なんか入りましたね。入った。切ります。切った、入りました。入った。じゃあとりあえずじゃあここ直しましょう。こんにちは。じゃあこれです。そしたら、こっち側はいいよね、丸木星があるので。ああ、そうそう、まあ、で反対側ね、そこさ、ここ全部やり直すかです。これじゃちょっとやっぱり これくらいないけど、ここに結構持ってる直結。いや、あ、それをこれならなんだよな、あの
これ手前はこれでいいよね。ああそうそう。それで直結っていうかさ、平たんし普通そこ抜いちゃいましょう。これ使いましょう。抜けますこれ。ハンダ付けする？普通の角端子ってそんなぶっとくないじゃない。これじゃダメかな？横から。ああ、これでも弱い？細い？もうちょっとぶっとくないとダメ。そうだからな、でも。お、確かにそうだよね。でもそれ焼けちぎれて細くなったのかがわかんない。ね、あそこになんかニッパー、ラジペン、あれ、これでいかないの？それでもあっち切んないといけないしね。あ、違う。これあの割り込ませられる。横から。いやそれは無理っすね。無理無理その相当無理っすね。これいっぱいあんだよな。せめて丸木星ですか。丸木星は細い。丸木星にしちゃう。まさか、うん、取れるはずなんですよね。取れるはずだよね。あ、取れます取れます。わかりました。かしめ、かしめかな、ね、配線これでいいよね。こっちぶつぶつ。じゃあこれでこれを生かしましょう。うん、取れます。いや、これここ入らねえな。入った。すっごいな。これで、これでバッテリー側、これでよしで、それでこっち側でな。どんぐらい長さあればいいですかね。そんなにいらないって。10センチぐらい。あ、もうちょいだね。これ これを反対側も作ってここをこうやってボルトで止めるってのはどう。こうやっていいと思います。どう。もうかしめたの。これ片方だけかしめた。ちょっと待って、これ使いたいですね。うん、そのかしめが取れるんですよ。取れるよね、普通ね。ブジュって入ってるだけだよね。もっと細いのがあれば、マイナスドライバー。マイナスドライバー。あ、これより細いやつないな。あ、時計ドライバーみたいな。そうっす。欲しいな。ガラクタが役に立った時、これがあるから捨てられない。結構ね、役立つ。捨てちゃうよね。どんどん捨てちゃうよね。捨てたとないようなちょっと。それはある。開いた気がする。ちょっとワイヤーブラシかなんかって、あまりにもね汚い。うんうん、接触がね。そこでまた熱出ちゃうかもしれない。そっか、これさ開いたんじゃなくて潰れて。やばい。レモンで同じの売ってるのさ。治ればいい。すぐそこに D2 あるんだけどさ。あ、きつい、きついかも。売ってないかも。 D2 ないかもしんないね。ユニティクラス行かないと。ユニティならあるよ。クラス行かない。ユニティでもない。ないかもしんないな、これ。やっぱさ、ホームセンターってさ、あれだよね、日常の DIY のさ。俺ね、心配な時はハンダ付けしちゃうんだよね。私もやっちゃいます。やるよね、絶対抜けちゃダメな時。あー、これちょっと無理っぽい。ハンダ付けしてくるか、うん、なんかあの、ハンダ付けあるんですか。あります。家帰ってやってくればちょっと綺麗できる。いや、花付けした方がいいですよ。ここは、うん、サンポールがあれば。サンポールはないかもしれないな。サンポールピカピカになります。ああ、そうだね。オスでもいいっていう話ない。オスもないな。うわー、これ。あ、そっか。黄色いドライバーで開かないですか。開いた、開いた、開いた。うん、来た。やっと来た。これさ、結構いけんじゃないかな。これで、見て。汚いけど。いいっすね。そう。これを使います。いけますね。これ、あ、今持ってます。はい、これで長めに向いて、すげえな、ぶっと。重いのか、硬いですね。うん、ね。丈夫ですよ、これ。丈夫だよね。行きました。ありがとう。これ、どう？これがこのまま入れば、はい、あ、入った、入った。よかったっすね。これでいい？かしめて。いいです、いいです。かしめます。はい。あれ、一本出た。日陰に入ってくださいね。ずっとあれついてくるの慣れますね、でも。うん、だいぶ良くなったけどね、暑さも。でもまた昨日、一昨日ぐらいだっけ、暑くなってきた。で、これを10月ぐらいまで暑いからね。まあ、毎年そうですよね、でもね。俺さ、さっきローソンで見たのって、ふくんだよね。いや、なんか私そこ通ってきたんで。俺が連絡する前でしょ。前。
十字路ってちゃんと曲がったんだよ。だから曲がったの、曲がったよね。違うの、あれまっすぐ来たの、あっ、あっちから来たのか、その方から、うん、ああ分かった。俺てっきり464かと思ってたからさ。ああ会社行く、うんうん、あっちね、あっちから来ちゃいました。分かった、だからだ、ごめんごめん。違う車、いや違くないと思うよ。でもさ意外とさ排気音ね、そう、あったけど、でもだいぶ向こうでしたよ。だいぶ向こうだよ、だからそこまで迎えに行ったの。分かりづらかったら、あそこのローソンこっちか、てっきりこの辺にあるかと思ってまあいいんじゃないですか。じゃあ発車しましょう。いい、いいんじゃない、はい、受けましたね。あ、これやるの忘れちゃった。あ、いいです、そうです、いいの、いらない、え、で、また入れることになります。そういう、こういうもんです。そうだっけ、で、広げて、あ、ここん、ちょっと広げて元に戻してあれ、あ、これで戻した方がいいですよ。あの、返しを、返しが広がっちゃってると逆に、いや、引っかかんないから、この外側に出して、そう、危ないですよね。ん、あ、これか、そうそうそう、外ですね、外、そうそうそう、ここだよね。あ、そうか、こっち側から入れるのか、で、入れれば、こっち側から、はいはい、今から入れちゃっていい、大丈夫です。こっちだね。今度また取るんだね。はい。こうだな。あ、バキッ、バキッっていった。あ、いいっすね。あ、できた。バッキーですね。ちょっとじゃあこれ開いてて、一本出てる。切っちゃうこれ一本ぐらい。せっかくやったのに。これが、これ刺して。一応マイナス取った方がいいんじゃないですか。取ります。バチッて。ね、得意の。あったか、あ、私もよくやっちゃう。あ、今あったかかったんだけど、それってあれかな、日光であったかかった。日光です。これさ、騙されちゃったんだよ。この車さ、買った時シガライターなかったの俺知ってたから、 ETC 車載機をつけるのに、こっからさ直で、うん、こっからこう配線引いたんだよ、中古車屋さんの駐車場で、はいはい、待っててもらって、でさ、やっぱこっちプラスにしてこっちマイナスにしちゃったの。そしたらさ、ジューって臭くなってさ、そりゃそうだよね。なんでこんな、ちょっとあれですね、でも今回赤にしたから、うん、こっちも赤が、あ、ないの、じゃあ俺のミスか。緑取っちゃえ、緑取っちゃう。緑取って、よし。緑を取って、逆にこの今作ったやつを入れればいいんだよね。これを取っちゃって、これを入れる。綺麗に丸焦げする。あ、そう？丸焦げ。丸焦げができましたか。背中あっち。メーカーも逆つなぎ想定すると思うんですか？逆つなぎ、防止、なんていうの？あの、防止ね。防止回路ね。逃げね。でもネットで検索したらすぐ逆つなぎって出てきたから、そうなの？ブースター逆接続。だから、俺みたいなね、同じような間抜けな人結構いるんですよ。まあでも全部いけねえで、そこだけ開けて乗れば。そうだね。ラッキーだったかもしんないね。いやー、これさ、調子よく走ってたからさ、ショックでさ、動かなくなっちゃうなんて、ありえないっていうかさ、これ俺あの、パワーないし、乗っててなんとなく心配っていうのがあって、エンジンスワップしようかなと思ったんですよ。これ F5A っていうエンジンだけど、F6A とかさ、660のとか、あと K6A、今の K とかワゴン R ついてるエンジンいっぱいあるからさ、それにしてもらおうかなとか思ったんだけど、でもさ、現時点でこのエンジンが調子いいから、もったいないと思って。思うっすよね。それでやってないんですよ、エンジンスワップ。え？丈夫だよね、きっとね。刺します。お、電気かかれば。刺した。で、マイナスつなぎます。ち、背中あっち。これ絶対気をつけなくちゃ。でもこんだけ今度は赤を主張してれば大丈夫か。これで同じ黒だから間違えちゃいますね。本当いいっすかね、エンジンかけちゃって大丈夫。かかんなかったらまた考えましょう。はい、ちょっと行きます。オン、オンしました。かけます。これあれだ、キャブだからさ。かかった。あ、じゃあウィンカー戻して。あれ、リレーまだ戻してないよね。戻してない、ごめんなさい。え、いやいや違うの、いいのいいの、俺が、あ、そっちか、蓋とね。ウィンカーウィンカーリレーを戻して、蓋を戻して、よいしょ、これでやった。とりあえずエンジンかかるとこまでは無事に。じゃあ仕事行きましょうか。ありがとうございます。これで大丈夫、大丈夫だよね。ちょっとかけてみましょうか。かけといた方がいい？一応ね。あ、ウインカーの動作とか。うん、ハザード。ヘッドライト。スモールつけてヘッドライト。ました。ハイビーム。ブレーキ。着きました。あ、着きました。ありがとう。
じゃあ、よかったよ、大したことない、いいかな、切って、はい、うわ、いや、大したことですよ。ちょっとマフラー見てもらおうかな、片付けて。そういうことで、以上動画でご紹介しましたように直すことができました。それで直した後の状態っていうのはここなんですけど、この線ですね、新たに引き直したのは、これを引き直したこと、ここの中がこっち側短かったんですけど、全部溶けてなくなっちゃうほどひどかったんです。これが私のマイナスに見える端子とプラスに見える端子、逆接続しちゃった原因なんですけど、もう2回やりましたから、さすがに今後は気をつけたいと思います。そういうことでフロンテが復活することができましたので、これからまた大事に乗っていきたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。失礼いたします。